博物館に保存されているカタパンカタパンは保存食の一種。カタパンの亜流であるカンパンと比べ非常に硬いのが特徴。別名ハードタックといい南北戦争時に米兵の間ではアイアンプレートと別称された。カタパンの歴史は古いが何時生まれたのかは定かではない。軍隊では蛍光食料として重宝された。日本には 幕末の西洋兵学と共にもたらされ、江川栄竜らが中心となって、普及に努めた。江川はこの功績により、パン業界より、パン祖と称えられている。母親戦争では、携帯食料の一つに加えられ、函館では、製造工房が設けられた。その後は捨てれた。大正末期、官営や他製鉄所の職員の体力消耗が、激しく、 一般のパンでは栄養が足りないためカロリー補給食として普及した。当初は製鉄関係の店で売られているだけであったが、後に一般販売されるようになり、子供の和語の発育に良いという意見もあって、北九州市の名物となった。片パンは欧米各国では普通に普及する携帯保存食であり、これをベースとした商品がいくつかある。 その一つにガリバルディという英国のお菓子がある。ガリバルディは1840年代にイタリアで始まった統一戦争に従軍した英国人傭兵がジュゼッペ・ガリバルディ率いるサルディニア軍で支給されたレーズン入り型パンを英国に持ち帰り商品化したものである。製法としては2枚の型パン種の間にレーズンを挟み込んで押し固め焼くだけである。 このお菓子のガリバルディに出会った東ハトがその製法をベースに開発した商品が東ハトオールレーズンである。福岡県北九州市の名産品。福岡県北九州市八幡東区の株式会社、スピナの子会社だった。現在は西日本鉄道グループで製造されている。現在では主にスピナが経営していたスピナスピナマート各店をはじめ、福岡県内のキヨスクや、 イオンサンリブハローデートライアルサニーなどでも販売されている。特に北九州市内の西鉄ストアが運営する店舗はスピナ以外の店舗ブランドであっても大量に販売される傾向にある。また全国各地の成城石井でも販売されている。国内機の新幹線本コースのキヨスクなどではお土産用に箱入りにしてあるものもある。また山口県光市にもかつてスピナの支店があった。 関係で、市内のスーパーマーケットなどで販売されている。また、ふるさと小包みでも取り寄せることができる。ミルク、砂糖で甘みがついている。最近は、肺が入り、ほうれん草味、いちご味ココア味のものも発売されている。消化が良いことで健康食とされている。硬い食品であるため、歯の弱いお年寄りなどは牛乳などの飲み物で、柔らかくして食べるよう包装に。 ただしがきがされている。乾パンと同じく保存性に優れているため災害時の食料に使用される場合もある。福井県鯖江市の名産品、鯖江市のヨーロッパン木村屋で製造されている。第二次世界大戦中、鯖江市に本拠のあった陸軍第36連隊において保存食として作られていた片パンの製法を受け継いだもの。2013年。 お土産としてメガネ県命法という変わり方パンが発売された。これはヨーロッパン木村屋が軍隊型パンの製法を使い、サバエが国内生産量第一位を誇るメガネフレームにちなんで作ったもの。ありがとうございます。